さあ、ママテレ始まりました。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう2月も半ばでもう過ぎましたね、はい、でもまだ春もうちょいだよね。もうちょいですね。私明日年取るんですよ。そうですよ。ハッピーバースデー。もう本当になんていうんですかね、うん、ハッピーじゃなくなるっていう。いやいやね、いや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 、そんなことないですよ。大丈夫ですかね。50超えたらハッピーハッピーが積み重なって80までいくんです。そして幸せにさらに向かう。そうそう。全員行っちゃったよ。そこに行くんですか。行っちゃうんですかね。まだまだ、ね、幸せの積み重ねですか。いやでもね、本当につくづくこの50歳を過ぎてからも健康の大切さをもう染みてますね、うんうん、すごい感じてます。先生お願いします。ですよね。運動しなくちゃ。そうですね。なんかしてます？今年に入って私ちょっと筋トレだったり、自宅でできることなんですけれども、家の周りをジョギングしてみたりとか、ちょっとだけ頑張ってはみてます。健康的だ。あ、でも結構やってますね、うん、じゃあね、ちょっとだけ頑張ってますね。なんか違いって感じます？いや、やっぱ気持ちがいいですよ。なんか寝起きの雰囲気というか自分の中で違う気もしますし、うん、で走ってる時には外の空気をこんなに車じゃ浴びられないので、それとかマスク生活だからこう、そうです ね、空気をいっぱい吸うって気持ちいいですよ ね。もう3ヶ月続かないと、はい、なんか本物じゃないというか、ま、なんでさ、さこさんさ、だってほら私のこの人生の中で何回いろんなこと始めていろんなことやめていったか、失敗をもとにね。そうです、だから3ヶ月続かないと、うん、ちゃいけない。いや、説得力あります。今何ヶ月ぐらい？今なんか2ヶ月弱。もうちょい。今年入ってね。まだまだちょっと。でもそこまで来てるからね。頑張ります。ミカちゃんなんかやってそうですよね。私はだからヨガを始めて、もうそれがすごく呼吸法がいいのかなと思ってしまいました。これでリラックスして寝れて、体にも変化ができたので。どんな感じで？は？びっくりしました。びっくりしました。質問に逆ギレで返されました。結構な強めの歯でした。強めの歯でしたね。なんて言いましたね。久しぶりにあんな歯は。一番見た時は結構あの歯は効いてたんですけど。海寄りかな。海寄りかな。どんな感じで変化が出てきますか？体にですか？はい、ちょっとこうすっきりしたのかなと思います。体のラインがやっぱり股関節を柔らかくしたりとか、ゆっくりのペースでやれるので、ちょっとそこが合ってるのかなと。素敵ですね。素敵です。でもどこかに行ってとかちょっと始めるのにこう頑張らなくちゃいけないので、うん、歩いたり、うん、それジョギングしたりっていうのだったら、もう今日からでも明日からでも始められますよね。そうなんですよ。いつも思ってるんですけどね、うん、それはベランダから眺めてます。本当ですか？隣の家の人いつも走ってんなって思いながら やりたくなるお話をじゃあ今日しましょうかね。ということで、健康的にウォーキングやジョギングについてやりましょうということで、うん、スポーツジムラビータ神宮の矢野俊也さんに聞いてきました。なんかもう矢野さん、うん、姿勢も違うね。絶対筋肉 ね素敵な方ですよね。教えてもらってきました。まず運動するとき走ったり歩いたりの目的を設定してください。それがダイエットなのか、まあ、私たちのようにね健康寿命を延ばそうっていうダイエットのためにと思われる方は、歩くとか走るは有酸素運動なので、20分を超えた段階から脂肪が燃える割合が増えるということで、20分プラスアルファ必要です。なるほど。そう、なんか20分っていう数字聞きますよね。ありますよね、有酸素運動の時にはね。でも健康維持って思うんであれば、毎日少しずつの習慣が必要なので、5分でも10分でも OK です。なるほど。そうで、5分でも毎日こまめに積み重ねれば、食べた糖質や脂肪は燃えてくれるんだそうですよ。もうね、うちのアナウンサーの、はい、レジェンド南出さん、もうずっと歩いてるんですよ。ブラキンでそもそもブラブラしてるのに、プライベートもブラブラしてるんですよ。でもそれのおかげで本当に健康で、昼もなんかお昼も歩いてるし、めちゃめちゃかっこいいサングラスかけて歩いてます。一時期ね、こう血糖値とかいろいろ気にし始めて、そこから歩き出したそうなんですけど、もうどこまでも歩いていきますよ。どこまでも朝も早く目が覚めちゃうし、もう歩いたら止まらないしで、ものすごく元気だから。
健康寿命長いでしょうね。長いと思います。そうですよね。で注意することがありまして、今皆さんこうパソコンとかね、あのこういろいろスマホとか見てるじゃないですか、ね、こうやっぱり背中が丸くなってていろんなところが硬くなっているので体をリセットするんです。背伸びでほらギューって体伸ばしてギューってもう伸ばしてください、はい、一旦それでリセットすると考えてください、はい、これが健康的に歩くために体幹にスイッチを入れるっていうことなんですよね。いきなり運動を始めるよりもおすすめです。背伸びをして体を伸ばして重力に逆らって背筋を伸ばすということです。じゃあ次は体の要所要所をリセットします。股関節椅子とか壁につかまって片足を付け根からブーラブーラってほらよくやるじゃないですか。それを20回程度前後に両方とも足やってください。足を前後にするんですか。股関節のところからブーラ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 ってするんですよ。一言のようにするんですよ。ブラブラしてないな。股関節やっぱ大事です。大事です、大事と思います。そうです。片足ずつブラブラして、はい、でこの股関節と膝もちょっとこうあのリセットしたいので、うん、ちょっとマミちゃん立ってもらっていいですか、はいはい、立って手で足首を掴んでください。手で足首を掴む、はい、これでしゃがんだり、はいはい、立ったり、はい、これスモースクワットって言うんですけれども、これを繰り返す5回から10回。これなんかまみちゃん簡単にやってますけど、柔らか、私ね体硬くてできないんですよ。本当ですか。そうできない。でも気持ちいいですよ。ピーってこの足の裏が伸びるのがいいんですよね、うん、すごい綺麗。何部屋ですか。子供部屋です。やってくれるな。でもこれ実は難しいから、できない人は普通に立ってこの膝だけをギュッて押さえて、この後ろ側を伸ばすという作業をしてもらえばいいです。伸ばす、そう膝裏を伸ばすという作業をします。そして肩甲骨肩周りを今度はあのぐるぐるしましょう。前後に10回から20回ぐるぐる、これで要所要所のストレッチが OK。 ここからすいません、まあ、あの私ちょっと肩がこっち痛いんですけど、まあ、今一生懸命まみちゃんやってらっしゃるじゃないですか。見て、微動だにしない人がいるんですけど違うんですよ。普通さ、こうツーショット映ってたらさ、一緒にやるんだよね、はい、テレビの人ってどうしたんだろうみかちゃんもできますよね。できます。やったろかやったろうじゃないですか。ちょっと喧嘩欲しいですね。ちょっと強気ですね、うん、はい、はい、やりましょう、はいはいはい、そうですそこまでやって、いざ走る歩くということになります。先にほぐすのね、肩をね。ウォーキングからいきましょうかね。いきなり走るんじゃなくて、ウォーキングの場合、はい、ニコニコペースで、あの、まあ、ニコニコしたペースで息がちょっと弾む、少し弾むけれども普通に会話はできる。これに慣れてきてちょっと物足りなくなったら、やっぱりこうジョギングを始めたいんですけれども、まずはスロージョギング。これ一度言う時のダイエット企画の時に、うん、これがいいよって言われてやりました、うん、ね、びっくりするぐらいゆっくりでいいんですよね。そうなんです。歩く程度のスピードでゆっくり走る。スローモーションで走れじゃないの。こんな感じなのかな歩く程度。避けます先生、本当に青い人が避けます。アトリエマミですね歩くよりは適度に、心拍数が上がって運動量が増えるというのがこのスロージョギングになりますからね。でおすすめの運動法としては、走るときに手を後ろ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 って振ってください。後ろ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 、これがポイント。後ろに振る。でも、うん、私その本当始めて間もないですけれども、ジョギングしてるときに後ろに手を動かすっていうことを今やってみて意識してなかったです、うん、してくださいね。割と前にこう足を進めないから後ろ こんな走ってるこんな人います。犬かっこじゃないんだよ。かっこじゃってなるんで捕まるよ。こんな感じで捕まるってそんなに走ってる。マナちゃん本当に走ってる。本当に走ってる。これ水中の犬です。犬かきと一緒だ。気持ちがこういう。でも分かりました。後ろ後ろでしょ、ね、後ろ意識しなきゃいけないですね。次に意識するのは股関節を意識して、普段よりちょっとだ5センチ大股で走ろう、歩こうと、ね、5センチを意識して足を出す、うんうん、でもこれは前に出すのではなく後ろ足で蹴る。前に出さないんですよ。まみちゃんやってそうですけど、前じゃなくて後ろ足で蹴って体を前に前に持っていく、うんうんうん、
後ろ足で蹴るか。そうなんです。であとすごい大事なこと、あの明美ママ、はい、負荷をかけなければいけないのでちょっときついをくじけない。もうくじけそうです。ちょっときついよ、頭で後ろで我慢だと思うだけで、でも、まあ、本当にどっか痛いとか感じた時は無理をせずに、運動や治療の専門家に相談して場合によっては病院へ行ってください、痛みを感じない程度。そう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 、ね、もうきついは我慢ですよ。ちょっとぐらいは我慢ですよ。あの私も冬場は頑張るんですけど夏は暑くなって日差しもきついから日焼けするじゃないですか。外出たくないんですよ。あとは雨だったりとかするじゃないですか。その時おすすめなのが教えていただいた、これはライン運動なんですけど、お家のリビングとかにラインをなんかこう1本引いて、ほら前後にこれ体力に合わせてスピード調整してください。これだったらテレビを見ながらなど室内で運動ができますよね。これならお家でできる。それでどの程度の運動量から始めればいいか個人差がありますので、一度はトレーナーの指導を受けてみるのもおすすめということで、で一回受けて習ったことを根気よく自分で実践すればいいので、まみちゃんも一回行ってみてフォームとか見てもらって、それを自分で実践すればいいだけなの。そうですね、これ違いますよね。そう違います。まずはこっちです。じゃあ素敵な矢野さんからのメッセージをお伝えしましょう、はい、人間は体を動かす生き物です。コロナ禍で制約はありますが、歩くこと走ることに自分なりの楽しみを見つけて長く続けてほしいですね。そうですよね。そうですね、大変な状況だからどうしてもこう縮こまってしまうし、マスクしなきゃあれしなきゃっていろいろ考えるとこうギュってなってしまうけど、やっぱ動かないとダメですね。固まっちゃう気持ちもね。そうじゃあいきますよ、今日の格言。ダダン。歩くも走るもあれもこれも人生継続は力ない。継続は力ですからね。よく聞きます。しみるな。うちの上にも3ヶ月3年じゃないですか、3ヶ月、まず3ヶ月続いたら自分を褒めてあげて、そうですね、次またちょっともう少し伸ばしてみようかなみたいな、ね、言うのは簡単なんですけどね。じゃあ3ヶ月後にもう一回皆さんに問いただしますので、はい、いいかもしれないですね。続いているかどうか。わかりました。わかりました。頑張りましょう。堂々と答えられるように頑張ります。はい、その回は休むかもしれません。ダメですか。もう答えが出ちゃったんですね。はい、以上、うさこ姉さんから教えていただきました。皆さんもぜひ取り入れてみてください。